マテアス・ヨルゲンセンは、デンマークの首都コペンハーゲン出身のサッカー選手。デンマーク代表、ブレントフォード FC 所属。ポジションは DF。ガンビアにルーツを持つ。2007年、16歳にして、ボルクラベン AF1893 からデビューした。2007年6月26日、3年契約で FC コペンハーゲンに移籍した。 7月21日のリザーブチームの試合で左膝じ帯を痛めたが9月9日に復帰した。9月26日、カップ戦の FC フレザーネー社戦で試合終了間際にオスカルベントとの交代でトップチームデビューした。2008から09シーズンはデンマークスーペルリーガとデンマークカップの2冠を達成した。3日後にはキャルテノレゴアとの途中交代で、 リーグ戦デビューした。デビューして8日後には UEFA カップ1回戦の RC、ランス戦セカンドレグに出場した。マルクス・アルベックに代わってピッチに立つとセンターバックのポジションでブレデ・ハンゲランとコンビを組んだ。ベルダー・ブレーメン、TSG ・ホッフェンハイム、バイエル・レバー・クーゼン、ボルシア・ドルトムント、1、FC ・ケルン、ハンブルガー・ SV、 リバプール FC が興味を持っていると報じられた。2011から12シーズンよりキャプテンに就任したものの、2011年9月、膝じ帯を負傷して長期離脱した。2012年2月22日、PSV、アイントホーフェンへの移籍が内定。2014年7月7日、フルスの FC コペンハーゲンに復帰した。2017年7月7日、 ハダースフィールドタウン FC と2020年までの3年契約を結んだ。2019年8月10日、フェネルバフチェースケート3年契約を締結した。2020年1月31日、ホルトゥナデュッセルドルフへシーズン終了までのレンタル移籍。2021年9月9日、ブレントフォード FC と1年契約を結んだ。ありがとうございます。